ひまちゃん、ひまちゃん、7時20分になっちゃった。家を7時40分に出るのに7時20分になっちゃった。朝目覚ましなんなかった？ひまちゃん学校ね、あと20分で出なきゃ。今7時20分、7時40分に出るんだよ家。やばいよ、早く用意して、遅刻になっちゃう。早く、もうやだやだ、私もちょっと起きなかったけど、早くちょっと20分で出てて家。ちょっと本当にやばいやばい、とりあえず起きて。ちょっと待って、やばくない？それちょっとやばくない？ちょっと待ってよ、ちょっと待って、ちょっと追うよ、あなたを追う。まずはやばい暗い、電気が暗い、どうしよう。待って後ろもトイレの音が聞こえるし、15分もない。そうだよ、ちょっと待って、どうしよう。もう早く手動かして。学校ですよ。なんで起きなかったの、ひまちゃん、目覚まし。起きれなかった。急に月曜から起きろって言われてもさ、もうしょうがないんじゃない、もう髪弱いていくしかないよ、もう早く。うん、どうしよう。これ多分このまま行ったら遅刻だよ、普通だね。一旦リンパ頭を起こさないと。ちょっと待って、どうしよう。もうさ、すぐさ、もうあれで今日マッサージなんかしてる場合じゃないんだよ。マスク今日しないと学校のメガネ顔を見せられないじゃん。どうするの？メガネメガネ、もう今日コンタクトしてる。メガネメガネメガネや、やだな。え、待って、今何時？今、いやびっくりだよ、もう25分。え、あと15分しかないじゃん。え、ちょっと待って。本当、いやいや、もういいんじゃない、それも早く入れちゃえば。だってさ、どうすんの、いつ運命の相手が現れるか分かんないでしょ何今何つったの、つらかった、顔が濡らすみたいなんですよ。あんまやりすぎちゃいけないんだって。違う、これはエラをほぐしてんの開けないでよ、自分ね、もうあれじゃ、ママちゃん水筒の用意するから、これ置くよ、ここに。え、ちょっと本当に、ちょっとやばいんで、さすがに動画なんて回してる暇じゃないんですよ。一旦ちょっと本当に。ママも用意するからね、今、朝ごはんと。うん、はいはい。朝ごはんの帰る場合じゃないよ。いや、だから朝ごはん食べません。そうだよね、水筒だけ用意する、水筒。こんなやばいよ。遅刻したら終わりだって。遅刻いつつくんだよ。嫌だよね。こんなことで遅刻いつつきたくないよね。いやいやいや、ありえないよね。こんなんで遅刻いつなんてつけれません。なので、高校の遅刻いつってめちゃくちゃ大きいから。でも、ここまで差しないと一日の気分が上がらない。調味どうしよう。ドライヤーや。ごめんなさい、エセ関西弁ってばっくり。よいしょ。やばい。焦る。とりあえず、お水飲んだ。これね。ありがとうございます。もうカバンあれ、急いでる時の水おいしい。いやいや、筑波のカバンってもうやったの？筑波はいつもやってる。やった夜。なんか今日カバンでかい、どうしよう。もう早く28分になっちゃったって。ね、日焼け止め塗りすぎてんだけど、完全に。ちょっと待って、こんな真っ白な状態で学校に行けない。もう学生にとって学校ってマジでさ、もう社会、もう世界だからね、ちなみに。身だしなみとか超大事なわけ、私からしたら。みんなどう？間に合うかもわかんない危機感の中動画撮ってる私ってマジで YouTuber って感じする。自分で言うことじゃないけど。いや、ちょっと本当に、ちょっとやばいんで、さすがに動画なんて回してる暇じゃないんですよ。あと10分、ね、30分今。でも意外と、ちょっと待って、ちっちゃい輪ゴムを2個むくみは取っておかない。これちなみにいつも通学中もこれやってます。学校に着く直前に取る。はい、顔面できた。その顔面できたって言ってもあれね、日焼け止め塗っただけだけど。前髪アイロン、アイロンはネットソースだけね。
巻いたりしたら怒られるから絶対。でももうアイロンなんてやってる暇もないんで、だから今日はもうボッサボッサ髪でいく。まだもうしょうがないから、こういうなんていうの、スタイリング剤じゃなくて、あの髪をしっとりさせるためのオイルみたいなのを塗る、ここに。そうすれば意外とね、生きていけるのね。やったー、いい。あと7分だよ。でもなんか意外に時間がある気がしない？意外といける気がしてきた。ちょっと頑張って、本当に余裕かも。これから15分前に起きればいけるね。そんなことない。ちょっと今日髪めっちゃ低めに結ぶ。あ、もうこれでいいよ、これでいいよ、もういいんだよ、もう誰も見てないよ。そうだよ、見てない、誰も。え、待って、いけたかも。これ髪結べたし、え、意外とさ、髪まっすぐにするのに生きてる、生きてる。いやー、意外と時間ある。なんで人生急いだらいけるもん。本当なんか友達との遊びとかだったらメイクしなきゃいけないとかだけど、学校だからメイクなんて絶対しないし。待って、いけるかも、これいけるわ。うん、それいいよ。もういいよ、もう終わり。こっちはあったか、暑いから置きパンでいいから。待って、歯歯入れない、まだ。ごめん、マスピース美白。おい、やばいやばいやばい、むかーも、ワイハクも。あ、ワイシャツ食べてよ、ひまちゃん。ママたちんとこのさ、ママたちんとこのさ、部屋にさ、まだ置きっぱなしだよ。うわぁ、ほんと、ワイシャツだけ持ってきたというやつ、白の。昨日アイロンしてたじゃん。ちょっと、スカート持ってるんで、写してダメだよ。うん、しょうがない。ねえねえ、無理ワイシャツなんか、スカートなんか見えちゃうから、ほんとに。一回え、次は着替えるんでしょ。閉めて、閉めて、閉めて、あっち向い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 て、はい。まだだよ。本当に。もう気が付いてるからね。口に歯ブラシ大丈夫？ねまだ？え？あやばい、ボタンが閉まんない。でちょっと本当急いで、集中。はい、いいよ。やばいやばい。え、もう3分だって。え？三分？え、三分？うん、しかもこれ何、波平派みたいなアホ毛。アホ毛、波平さんみたいなの一本ない？え、あるよね。うん、すごくない、これ波平さんばりの。あんた映ってる、ここに今。で、ちょっと本当さ、いけるいける、あと3分でいける。お、3分。久々に見た、こうするこっちでいけ。あ、すごい、待って、はい、38分。あ、2分、あと2分。うん、でもできれば39分出てほしいんだけどね。あのね、新学期にね、遅刻する人なんていないのよ。だから国立さん決まって、あのもうまだね、ちょっとしか経ってないの。うん、じゃスカート履いてきます。はい、よし。暗っ、逆光だよ、これ真っ暗になっちゃう。スカート撮ったよ、じゃあ。YouTuber 早く。だってスカート映っちゃうんだもん。よいしょ、お願い。よし、じゃあもう行ってきます。うん、はい、持って。待って、大事なもん、大事なもん、必要なもん。ちょっと待って、え、マジで美女最悪じゃないこれ。ね、ありえない。メガネしてた、お夢は。うん、ありえない、やばい、普通の。早く。あ、スカート映っちゃった。待って、こんなに行ってね。もういいよ、もう行ってきます。もう、じゃあ気をつけてね。もう、というわけで、僕らの感じで終わりたいと思います。何分今つかないよ、携帯。早くしてよ、もう。39、お、やったね。はい、ちょっともう本当にやばいんで、学校に行きたいと思います。ちょっと今39分、わかりますか、皆さん。わかりますか。はい、とりあえずもう間に合うか間に合わないかの動画を今思わず撮っちゃったよ今。